タスマニア原生地域は、オーストラリアタスマニア州にある、ユネスコの世界遺産に登録されている地域の総称。タスマニア原生地域は、タスマニアデビルの分布域として有名である。タスマニアデビルはかつて家畜や家菌を襲う害獣とされ、駆除されたが、現在では、保護されている。他にも、ウォンバットやカモノハシなど、多種多様なオーストラリア区独特の生物種。 この島の固有種が生息することでも知られる。海岸の地形は氷河によって削られた1万5000年、前の玄武岩があり壮大な光景を醸し出している。また文化的遺産として、アボリジニのステンシル技法で書かれた壁画や石器などが見つかっており、考古学的に非常に貴重な場所でもある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 1982年の時点で、タスマニア原生地域は、以下の基準を満たしたとみなされ、自然遺産に登録された。1989年に登録が拡大されたとき、以下の基準を満たしたとみなされ、文化遺産にも登録された。ありがとうございます。